秘密「谷崎潤一郎」「その頃私はある気まぐれな考えから今まで自分の身の回りを包んでいたにぎやかな雰囲気を遠ざかっていろいろな関係で交際を続けていた男や女の県内から密かに逃れ出ようと思い方々と適当な隠れ家を探し求めた挙句。 浅草の松葉町あたりに真言宗の寺のあるのを見つけてようようそこの栗の一間を借り受けることになった新堀の溝へ着いて菊屋橋から門跡の裏手をまっすぐに行ったところ十二階の下の方のうるさく入り組んだオブスキアな町の中にその寺はあった。 ご見た目の箱を覆したごとくあの辺一帯に広がっている貧民窟の片側に大々色の土塀の壁が長く続いていかにも落ち着いた重々しい寂しい感じを与える構えであった私は最初から渋谷だの大久保だのという郊外へ隠屯するよりも かえって市内のどこかに人の心づかない不思議なさびれたところがあるであろうと思っていたちょうど背の速い谷川のところどころによどんだ縁ができるように下町の雑踏するちまたとちまたのあわいに挟まりながら極めて特殊の場合か特殊の人でもなければ めったに通行しないような閑静な一角がなければなるまいと思っていた同時にまたこんなことも考えてみた「俺は随分旅行好きで京都仙台北海道から九州までも歩いてきたけれどもいまだこの東京の街の中に人形町で生まれて20年来 永住している東京の町の中に一度も足を踏み入れたことのないという通りがきっとあるに違いないいや思ったよりたくさんあるに違いないそうして大都会の下町に蜂の巣のごとく交錯している大小無数の街路のうち私が通ったことのあるところとないところではどっちが多いか ちょいとわからなくなくってきた何でも十一二歳の頃であったろう父と一緒に深川の八幡様へ行った時「これから私を渡って冬着の米市で名題のそばをごちそうしてやるかな」こう言って父は私を境内の社殿の後ろの方へ連れて行ったことがあるそこには 小網町や小舟町あたりの掘割と全く趣の違った幅の狭い岸の低い水のいっぱいに膨れ上がっている川が細かく立て込んでいる両側の家々の軒と軒とを押し分けるようにどんよりと物うく流れていた小さな渡し船は川幅よりも長そうな仁谷や天間が 幾層も縦に並んでいる間を縫いながら二み三をばかりちょろちょろと皆底をついて往復していた私はその時までたびたび八幡様へお参りをしたがいまだかつて境内の裏手がどんなになっているか考えてみたことはなかったいつも正面の鳥居の方から社殿を拝むだけで おそらくパノラマの絵のように表ばかりで裏のない行き止まりの景色のように自然と考えていたのであろう現在目の前にこんな川や渡し場が見えてその先に広い地面が果てしもなく続いている謎のような光景を見るとなんとなく京都や大阪よりももっと東京をかけ離れた 夢の中でしばしば出会うこととののある世界のごとく思われた。それから私は浅草の観音堂の真後ろにはどんな町があったか想像してみたが仲見世の通りから広大な朱塗りのお堂の田かを望んだ時のありさまばかりが明瞭に描かれその他の点はとんと頭に浮かばなかった。 だんだん大人になって世間が広くなるに従い知人の家を訪ねたり花見湯さんに出かけたり東京市中はくまなく歩いたようであるがいまだに子どもの自分経験したような不思議な別世界へはたりと行き合うことがたびたびあったそういう別世界こそ身を隠すには 屈強であろうと思ってここ賢しこといろいろに探し求めてみれば見るほど今まで通ったことのない区域が至るところに発見された浅草橋と泉橋は幾度も渡っておきながらその間にある西門橋を渡ったことがない二丁町の市村沢へ行くのにはいつも電車通りから 蕎麦屋のの角を右へ曲がったが、ったあの芝居の前をまっすぐに流勢座の方へ出る二三丁ばかりの地面は一度も踏んだ覚えはなかった昔の永代橋の右岸のたから左の方の菓子はどんな具合になっていたかどうもよくわからなかったそのほか八丁堀、越前堀。 三,味線堀三夜彫りの界隈にはまだまだ知らないところがたくさんあるらしかった松葉町のお寺の金傍はそのうちでも一番奇妙な町であったロックと吉原を鼻先に控えてちょいと横丁を一つ曲がったところに寂しい廃れたような区域を作っているのが。 非常にに私の気に入っってしまった「今まで自分の無二の親友であった派手な贅沢なそうして平凡な東京というやつを置いてきぼりにして静かにその相乗を傍観しながらこっそり身を隠していられるのが愉快でならなかった」「隠遁をした目的は別段勉強するためではない。 その頃私の神経は葉の擦り切れたヤスリのように鋭敏なカクカクがすっかり鈍ってよほど色彩の濃いあくどいものに出会わなければ何の環境も湧かなかった微細な感受性の働きを要求する一流の芸術だとか一流の料理だとかを雁味するのが不可能になっていた。 下町の行と言われる茶屋の板前に感心してみたり、二左衛門や元次郎の技巧を勝備したり、すべてありきたりの都会の感濁を受け入れるには、あまり心がすさんでいた。打力のために面白くもないランダな生活を、毎日毎日繰り返しているのが耐えられなくなった。 全然急登を配達した物好きなアーティフィシャルなモード・オブ・ライフを見いだしてみたかったのである普通の刺激に慣れてしまった神経を奮いおののかすような何か不思議な奇怪なことはないであろうか現実をかけ離れた野蛮な高等な無限的な空気の中に 生息する「ことはでできないであろうかこう思って私の魂は遠くバビロンやアッシリアの古代の伝説の世界にさまよったりコナンドイルや類ウの探偵小説を創造したり光線の熾烈な熱帯地方の焦土と緑野を恋したったりわんぱくな少年時代の エキセントリックな悪「に憧れたたりしたにぎやかな世間から不意に倒壊して行動をただいたずらに秘密にしてみるだけでもすでに一種のミステリアスなロマンチックな色彩を自分の生活に付与することができると思った私は秘密というものの面白さを子どもの自分からしみじみと 味わっていたかくれんぼ宝探しお茶坊主のような遊戯ことにそれが闇の晩薄暗い物置小屋や観音開きの前などで行われる時の面白みは主としてその間に秘密という不思議な気分が潜んでいるせいであったに違いない。私はもう一度。 幼年時代のかくれんぼうのような気持ちを経験してみたさにわざと人の気のつかない下町の曖昧なところに身を隠したのであったそのお寺の宗旨が秘密とかまじないとか呪詛とかいうものに縁の深い真言宗であることも私の好奇心を誘うて 妄想を育ませるには格好であった。「部屋は新しく建てました栗の一部で南を向いた八丈敷の日に焼けて少し茶色がかっている畳がかえって見た目には安らかな暖かい感じを与えた」「昼過ぎになると和やかな秋の日が幻凍のごとく赤々と 縁側の障子に燃えて室内は大きなぼんぼりのように明るかったそれから私は今まで親しんでいた哲学や芸術に関する書類を一切戸棚へ片づけてしまって魔術だの催眠術だの探偵小説だの科学だの解剖学だのの 奇怪な説話と挿絵に富んでいる書物をさながら土曜干しのごとく部屋中へ置き散らして寝転びながら手当たり次第に繰り広げては単独したその中にはコナン・ドイルの「サイン・オブ・フォーや」やド・キンシーの「ムーダー・コンシデレット・アス・ワン・オブ・ザ・ファイン・アーツ」や「アラビアン・ナイト」のような おとぎ話からフランスの「不思議なセクシャロジー」の本なども混じっていたここの住職が筆していた「地獄娯楽」の図をはじめ「趣味線図」だの「涅槃像」だのいろいろの古い仏画を強いて混毛してちょうど学校の教員室にかかっている地図のようにところ嫌わず部屋の紙壁へぶら下げてみた。 床のの間の航路からは始終、紫色の香の煙がまっすぐに静かに立ち上って明るい暖かい室内を抱きしめていた私は時々菊や橋際の店へ行って白檀や人工を買ってきてはそれをくべた天気のいい日キラキラとした真昼の光線が 倍に障子へ当たる時の室内は目の覚めるような相関を呈した絢爛な色彩の古賀の書物ラカン、ビク、ビクニ、ウバソク、ウバイ、ゾウ、シシ、キリンなどが地壁の私服の中から豊かな光の中に泳ぎ出す畳の上に投げ出された無数の書物からは 惨殺麻酔麻薬幼女宗教シュシュ雑多の傀儡が香の煙に溶け込んで朦朧と立ち込める中に二畳ばかりの紐線を敷きどんよりとした万人のような瞳を据えて寝転んだまま私は毎日毎日幻覚を胸に描いた。 夜の9時頃寺の者が大概寝静まってしまうとウイスキーの角瓶を煽って酔いを買った後勝手に縁側の雨戸を引き外し墓地の生け垣を乗り越えて散歩に出かけたなるべく人目にかからぬように毎晩服装を取り替えて公園の雑踏の中をくぐって歩いたり。 古,道具屋や古本屋の店先をあさり回ったりした放火森りに銅山のはんてんを引っ掛けきれいに磨いた素足へつま紅を刺してせったを履くこともあった金縁の色眼鏡に二重回しの襟を立てて出ることもあったつけひげ、ほくろあざと。 「いろいろに面帝を変えるのを面白がったがある晩三味線彫りの古着屋で愛珠に大小あられの古文を散らした女物の合わせが目についてから急にそれが着てみたくてたまらなくなった」「一体私は衣服反物に対して単に色合いが良いとか柄が粋だとかいう以外に」 もっと深く鋭い愛着心を持っていた女物に限らずすべて美しい絹物を見たり触れたりする時はなんとなく奮いつきたくなってちょうど恋人の肌の色を眺めるような快感の好調に達することがしばしばであったことに私の大好きなお飯やちりめんを世間はばからず 欲しいままに着飾ることのできる女の境遇を妬ましく思うことさえあったあの古着屋の店にだらりと生々しく下がっている古文ンチリ麺の合わせあのしっとりした重い冷たい切れがねばつくように肉体を包む時の心地よさを思うと私は思わず戦慄した。 あの着物を着て女の姿で往来を歩いてみたいこう思って私は一も二もなくそれを買う気になりついでに友禅の長襦袢や黒ちりめんの羽織までも取りそろえた大柄の女が着たものと見えて子の私には寸法もうってつけであった「夜が更けて」。 がらんとした時中がひっそりした自分私はひそかに兄弟に向かって化粧を始めた黄色い生地の美中へまずべっとりと練りおしろいをなすりつけた瞬間の要望は少しグロテスクに見えたが濃い白い粘液を平手で顔じゅうへまんべんなく押し広げると思ったよりものりがよく 甘い匂いのヒヤヒヤとしたつゆが毛穴へしみ入る皮膚の喜びは格別であった紅やトノコを塗るに従って石膏のごとくただいたずらに真っ白であった私の顔がはつらつとした生殖ある女の層に変わってゆく面白さ文史や画家の芸術よりも 俳優や芸者や一般の女が日常自分の体の肉を材料として試みている化粧の技巧の方がはるかに興味の多いことを知った長襦袢、半襟腰巻きそれからチュチュッとなるもみらのたもと私の肉体はすべて 普通の女の皮膚が味わうと同等の食感を与えられ襟足から手首まで白く塗ってイチ返しのカツラの上におこそ頭巾をかぶり思い切って往来の夜道へ紛れ込んでみた雨雲の下、薄暗い盤であった専属町清澄町竜泉寺町 あの辺一帯の溝の多い寂しい町をしばらくさまよって見たが交番の巡査も通行人も一向気がつかないようであった甘皮を一枚貼ったようにパサパサ乾いている顔の上を夜風が冷ややかになでてゆく後辺を覆っている頭巾の切れが息のために熱く潤ってた。 歩くたびに長いちりめんの腰巻きの裾はじゃれるように足へもつれるみぞおちからあばらのあたりを固く締めつけている丸帯と甲板の上をくくっているしごきの加減で私の体の血管には自然と女のような血が流れ始め男らしい気分や姿勢はだんだんとなくなっていくようであった。 禅の袖の陰からおしろいを塗った手を突き出してみると強い頑丈な線が闇の中に消えて白くふっくらと柔らかに浮き出ている私は自分で自分の手の美しさにほれぼれとしたこのような美しい手を実際に持っている女というものが羨ましく感じられた。 芝居の弁天小僧のようにこういう姿をしてさまざまな罪を犯したならばどんなに面白いであろう探偵小説や犯罪小説の読者を始終喜ばせる秘密疑惑の気分に彷彿とした心持ちで私は次第に人通りの多い公園のロックの方へ歩みを運んだ。 そうして殺人とか強盗とか何か非情な残忍な悪事を働いた人間のように自分を思い込むことができた12階の前から池の右輪についてオペラ館の四つ角へ出るとイルミネーションとアーク島の光が厚化粧した私の顔にキラキラと照って 着物の色合いやめがはっきりと読める『時業の前へ来た時突き当たりの写真屋の玄関の丘が見えぞろぞろ雑踏する群衆の中に混じって立派に女と化けをおせた私の姿が映っていたこってり塗りつけたおしろいの下に男という秘密がことごとく隠されて。 目つきも口つきも女のように動き女のように笑おうとする甘い返納の匂いとささやくような絹ずれの音を立てて私の前後をすれ違う幾人の女の群れも皆私を同類と認めて怪しまないそうしてその女たちの中には私の優雅な顔のつくりと 古風な衣装の好みと羨ましそうに見ているものもあるいつも見慣れている公園の夜の惣状も秘密を持っている私の目にはすべてが新しかったどこへ行っても何を見ても初めて接するもののように珍しく奇妙であった。 人間の瞳を欺き伝統の光を欺いて農園な紙粉とちりめんの衣装の下に自分を潜ませながら秘密の帳を一枚隔てて眺めるためにおそらく平凡な現実が夢のような不思議な色彩を施されるのであろう。それから私は毎晩のように この仮装を続けて時とすると宮戸座の立ち見や活動写真の見物の前平気で割って入るようになった寺へ帰るのは12時近くであったが座敷に上がると早速空気ランプをつけて疲れた体の衣装も解かず毛線の上ぐったりいやらしく寝崩れたまま。 残り惜しそうに絢爛な着物の色を眺めたり袖口をチャラチャラと振ってみたりしたはげかかったおしろいがきめの荒いたるんだ頬の皮へ染みついているのを鏡に映して凝視していると廃滞した快感が古いぶどう酒の酔いのように魂をそそった。 地獄極楽の図を背景にしてけばけばしい長襦袢のまま遊女のごとくなよなよと布団の上へ腹ばって例の奇怪な書物のページを夜ふくるまで翻すこともあった次第に紛争もうまくなり大胆にもなって物好きな連想をかもさせるために「愛口だの。 麻酔薬なのを帯の間へ挟んでは外出した「犯罪を行わずに犯罪に付随している美しいロマンチックの匂いだけを十分に嗅いでみたかったのである」「そうして一週間ばかり過ぎたある晩のこと私は図らずも不思議な因縁からももっと もっと機械なもっともの好きなそうしてもっと神秘な事件の端緒に出くわしたその晩私はいつもよりも多量にウイスキーをあおって三遊間の二階の貴賓席に上がり込んでいた何でももう十字近くであったろうおそらく混んでいる場内は霧のような濁った空気に満たされて黒く。 黙々と固まって春霊している群衆の生温かい人いきれが顔のおしろいを曇らせるように漂っていた暗中にシャキシャキきしみながら目まぐるしく展開していく映画の光線のグリグリと瞳を刺す度ごとに私の酔った頭は割れるように傷んだ時々映画が消えて と伝統がつくと谷底から湧き上がる雲のように開花の群衆の頭の上を浮動している煙草の煙の間を透かして私は真深いおこそ頭巾の影から城内にあふれている人々の顔を見回したそうして私の旧式な頭巾の姿を珍しそうにうかがっている男や いきな着き付けの色合いを物欲しそうに盗み見ている女の多いのを心ひそかに得意としていた見物の女のうちでいでたちの異様な点から様子のあだっぽい点からないし器量の点からも私ほど人の目についたものはないらしかった初めは誰もいなかったはずの貴賓席の 私のそばの椅子がいつの間に塞がったのかよくは知らないが二三度目に再び伝統がともされた時私の左隣に二人の男女が腰をかけているのに気がついた「女は二十二三と見えるがその実六七にもなるであろう」「髪を三輪に言ってそう身を おの空色のマントに包みくっきりと水の滴るような鮮やかな美貌ばかりをこれ見よがしにあらわにしている芸者とも霊場とも判断のつきかねるところはあるが連れの紳士の態度からをして堅気の細君ではないらしいアレステート・アトラスト と女は小声でフィルムの上に現れた説明書を読み上げてトルコ巻きの MCC の香りの高い煙を私の顔に吹きつけながら指にはめている宝石よりも鋭く輝く大きい瞳を闇の中でキラリと私の方へ注いだ艶やかな姿に似合わぬ 人棹の師匠のようなしわがれた声その声は「紛れもない私が二三年前に上海へ旅行する航海の途中ふとしたことから奇践の中でしばらく関係を結んでいたピー女であった女はその頃から商売人とも素人とも区別のつかない素振りや 服装を持っていたように覚えている戦中に同伴していた男と今夜の男とはまるで風斎も要望も変わっているが多分はこの二人の男の間を連結する無数の男が女の過去の生涯を鎖のように貫いているのであろうともかくその婦人が始終一人の男から 他の男へと誇張のように飛んである種類の女であることは確かであった2年前に船でなじみになった時2人はいろいろの事情から本当の使命も名乗り合わず境遇も住所も知らせずにいるうちに上海へ着いたそうして私は自分に恋い憧れている女を いいかげんに欺きこっそり後をくらましてしまった以来太平洋上の夢の中なる女とばかり思っていたその人の姿をこんなところで見ようとは全く意外であるあの自分やや小太りに肥えていた女は神々しいまでに痩せてすっきりとして。 まつげの長い潤みを持った丸いまなこがぬぐうがごとくにさえ帰り男を男とも思わぬようなりりしい権威さえ備えているふる者るに紅の血がにじむかと疑われた生々しい唇と耳たぶの隠れそうな長い生え際ばかりは昔に変わらないが 花は以前よりも少し険しいくらいに高く見えた女は果たして私に気がついているのであろうかどうも半然と確かめることができなかった明かりがつくと連れの男にひそひそ戯れている様子はそばにいる私を普通の女と蔑んで別段 心にかけていないなようでもあった。実際その女の隣にいると私は今まで得意であった自分の紛争を癒しまないわけにはいかなかった表情の自由ないかにも生き生きとした幼女の魅力にけおされて技巧を尽くした化粧も着付けも醜く浅ましい化け物のような気がした。 女らしいという点からも美しい器量からも私は到底彼女の競争者ではなく月の前の星のように儚なくしおれてしまうのであったもうもうと立ち込めた場内の汚れた空気の中に曇りのない鮮明な輪郭をくっきりと浮かばせてマントの影から しなやかな手をちらちらと魚のように泳がせているあでやかさ男と対談する間にも時々夢のような瞳を上げて天井を仰いだり眉根を寄せて群衆を見下ろしたり真っ白な花見を見せて微笑んだりその度ごとに全く別種の表情があふれんばかりに称えられる。 「いかなる意味をも鮮やかに表しうる黒い大きい瞳は城内の二つの宝石のように遠い開花の隅からも認められる」「顔面のすべての道具が単にものを見たり嗅いだり聞いたり語ったりする器官としてはあまりに余剰に富みすぎて人間の顔というよりも 男の心を誘惑する甘みある餌食であったもう城内の視線は一つも私の方に注がれていなかった愚かにも私は自分の人気を奪い去ったその女の美貌に対して嫉妬と憤怒を感じ始めたかつては自分がもてあそんで欲しいままに捨ててしまった た女の要望の魅力にたちまち光を消されて踏みつけられていく口良しさことによると女は私を認めていながらわざと皮肉な復讐をしているのではないであろうか私は美貌を羨む嫉妬の情が胸の中で次第次第に蓮母の情に変わっていくのを覚えた 女としての競争に敗れた私は今一度男として彼女を征服して勝ち誇ってやりたいこう思うと抑え難い欲望に駆られてしなやかな女の体をいきなりむズとわしづかみにして揺すぶってみたくもなった「君は世の誰なるかを知りたもうや」。 今夜久しぶりに君を見て世は再び君を恋し始めたり今一度世と握手したもうお心はなきか明晩もこの席に来て世を待ちたもうお心はなきか世は世の住所を何人にも告げ知らすことを好まねばただ願わくは明日の今頃 この席に来て「『夜を待ちたまえ』闇に紛れて私は帯の間から半紙と鉛筆を取り出しこんな走り書きをしたものをひそかに女のたもとへ投げ込んだそうしてまたじっと先方の様子をうかがっていた」「十一時ごろ活動写真の終わるまでは」 女は静かに見物していた。観客が総立ちになってどやどやと場外へ崩れ出す混雑の際女はもう一度私の耳元で「アレステート・アトラスト」とささやきながら前よりも自信のある大胆な業種を私の顔にしばらく注いでやがて男と一緒に 人混みの中へ隠れてしまったアレステータトラスト」「女はいつの間にか自分を見つけ出していたのだ」「こう思って私は騒然とした」「それにしても明日の晩素直に来てくれるであろうか」「だいぶ昔よりは年功を経ているらしい相手の力量を図らずに」 「あのようなまねをしてかえって弱点を握られはしまいかいろいろの不安と義具に差し挟まれながら私は寺へ帰った」「いつものように上着を脱いで長地盤一枚になろうとする時パラリと頭巾の裏から四角に畳んだ小さい用紙の切れが落ちた」 「ミスター・ SK」と書き続けたインクの跡を透かしてみると玉回帰のように光っている正しく彼女の手であった見物中一二度照用に立ったようであったが早くもその間に返事をしたためて人知れず私の襟元へ差し込んだものと見える。 思いがけなきところにて思いがけなき君の姿を見申しそうろうたとえ装いを変えたもうとも三年この方無比にも忘れぬも面影をいかで見逃しうろうべきわらわははじめより頭巾の女の気になることを承知つかまつりうろう それにつけても相変わらず物好きなる君にておあせし事のおかしさよ。わらわに会わんと仰せられる,るも多分はこの物好きの御教授にやと心もとなく存じそうらえどもあまりのうれしさにかくの分別もいれずただ仰せに従い妙やは必ずお待ち申すべくそうろう。ただし わわらわに少々都合もあり、考えもこれありそうらえば9時より9時半までの間に雷門までおいでくだされじくやそこにて東方より差し向けたるお迎えの車夫が必ず君を見つけ出して接得へご案内いたすべくそろう君のご住所を非したもうと同様にわらわも 今のありかをお知らせいたさぬ所存にて車上の君に目隠しをしてお連れ申すよう取り計らわせ騒浪間「右お許しくだされたくもしこの一児をご承知下され騒浪わずばわらわは,は永遠に君を見ることかなわずこれに過ぎたる悲しみはこれなく騒浪」。 「私はこの手紙を読んでいくうちに自分がいつの間にか探偵小説中の人物となりおわせているのを感じた不思議な好奇心と恐怖とが頭の中で渦を巻いた女が自分の性癖を飲み込んでいてわざとこんな真似をするのかとも思われた」「あくる日の晩は素晴らしい大雨であった」 私はすっかり服装を改めて対の大島の上にゴム引きの街灯をまとい座分座分とぬばりの洋傘に滝のごとく叩きつける雨の中を表へ出た新堀の溝が往来一円に溢れているので私は足袋を懐へ入れたがびしょびしょに濡れた素足が 柳のランプに照らされててピカピカ光っていたおびただしい雨量が天からザーザーと直射する剣豪の中に何もかも打ち消されて普段賑にぎやかな広小路の通りも大概雨戸を締め切り二三人の尻はしょりの男が廃走した兵士のように駆け出してゆく。 電車が時々レールの上にたまった水をほとばしらせて通るほかはところどころの電柱や広告の明かりがもうろうたる雨の空中をぼんやり照らしているばかりであった街灯から手首から肘のあたりまで水だらけになってようやく雷門へ来た私は。 宇宙にしょんぼり立ち止まりながらアーク島の光を透かして辺りを見回したが一つも人影は見えないどこかの暗い隅に隠れて何者かが私の様子をうかがっているのかもしれないこう思ってしばらくたたずんでいるとやがて吾妻橋の方の暗闇から ちょうちの火が一つ動き出してガラガラガラと外鉄の敷石の上を地層してきた旧式な相乗りの車がぴたりと私の前で止まった「旦那おのんなすってください」「深いまんじゅう傘に雨合羽を着た車夫の声が車軸を流す 雨の響きの中に消えたかと思うと男はいきなり私の後ろへ回って歯蓋への布を素早く私の両眼の上へ二回りほど巻きつけてこめかみの皮がよじれるほど強く締め上げた「さあお召しなさい」。こう言って男のザラザラした手が私をつかんで。 慌たた。だしく車の上へ乗せた「湿っぽい匂いのする幌の上へパラパラと雨の注ぐ音がする疑いもなく私の隣には女が一人乗っているおしろいの香りと暖かい体温が幌の中へ蒸すようにこもっていた」「火事を上げた車は 方向をくらますためひとつところをくるくると23どまわってはしりだしたが右へまがりひだりへおれどうかするとラビリンスのなかをうろついているようであったときどき電車どおりへでたりちいさなはしをわたったりしたながいあいだそうしてくるまによられていた。 隣に並んでいる女はもちろんティージョであろうが、黙って眉白にもせずに腰掛けている。たぶん私の目隠しが厳格に守られるか否かを監督するために同情しているものらしい。しかし私は他人の監督がなくても決してこの目隠しを取り外す気はなかった。 海の上で知り合いになった夢のような女大雨の晩のほろの中夜の都会の秘密盲目沈黙すべてのものが一つになって混ンたるミステリーのもやのうちに私を投げ込んでしまっているやがて女は固く結んだ私の唇を分けて 口の中へまきたばこをさし込んだそうしてマッチを吸って火をつけてくれた1時間ほどたってようやく車は止まった再びザラザラした男の手が私を導きながら狭そうな路地を23軒行くと裏木戸のようなものをギーっと開けて 家の中へ連れて行った目を塞がれながら一人座敷に取り残されてしばらく座っていると間もなくふすまの開く音がした女は無言のまま人魚のように体を崩してすり寄りつつ私の膝の上へ仰向きに上半身を持たせかけてそうして両腕を しのうなじに回して、歯蓋への結び目をはらりと説いた「部屋は八畳くらいもあろう不審といい装飾といいなかなか立派で木柄なども選んではあるがちょうどこの女の見分けが分からぬと同様に待合とも庄徳とも上流の堅気な住まいとも見極めがつかない。 一方の縁側の外にはこんもりとした植え込みがあってその向こうは板塀に囲われているただこれだけの限界ではこの家が東京のどの辺りにあるのかおおよその見当すら分からなかったよく来てくださいましたねこう言いながら女は 座敷の中央の四角な下壇の机へ身を持たせかけて白い両腕を二匹の生き物のようにだらりと卓上にはわせた襟のかかった渋い島おめしに腹合わせ帯をして胃腸ョ返しに言っている風情の昨夜と恐ろしく趣が変わっているのに私はまず驚かされた。 あなたは今夜私がこんなふうをしているのはおかしいと思っていらっしゃるんでしょうそれでも人に身分を知らせないようにするにはこうやって毎日身なりを変えるより他に仕方がありませんからね卓上に伏せてあるコップを起こしてどう酒を注ぎながらこんなことを言う女のそぶりは思ったよりもしとやかに うちしおれていた。でもよく覚えていてくださいましたね。上海でお別れしてからいろいろの男と苦労もしてみましたが、見方にあなたのことを忘れることができませんでした。もう今度こそは私を捨てないでくださいまし。身分も境遇もわからない夢のような女だと思って いいいつまでもお付き合いなすってくださ「『女の語る一言一句が遠い国の歌の調べのように暗音を含んで私の胸に響いた昨夜のような派手な勝ち気な理髪な女がどうしてこういう憂鬱な殊勝な姿を見せることができるのであろう。 さながら万事を打ち捨てて私の前に魂を投げ出しているようであった夢の中の女秘密の女朦朧とした現実とも幻覚とも区別のつかないラブアドベンチャーの面白さに私はそれから毎晩のように女のもとに通い 夜中の2時頃まで遊んではまた目隠しをして雷門まで送り返されたひ月もふ月もお互いにところを知らず名を知らずに会見していた女の境遇や住宅を探り出そうという気は少しもなかったがだんだん事実が立つに従い私は妙な好奇心から 自分を乗せた車が果たして東京のどっちの方面に2人を運んでゆくのか自分の今目を塞がれて通っているところは浅草からどの辺りに当たっているのかただそれだけを是非とも知ってみたくなった30分も1時間も時とすると1時間半もも ガラガラと市街を走ってから、じを下ろす女の家は案外雷門の近くにあるのかもしれない私は舞を車に揺すぶられながらここかあそこかと心の中に憶測を巡らすことを禁じえなかったある晩私はとうとうたまらなくなった。 ちょっとでもいいからこの目隠しを取ってくれ」と車の上で女にせがんだ「いけませんいけません」と女は慌てて私の両手をしっかり押さえてその上へ顔を押し当てた「どうぞそんなわがままを言わないでください」「ここの往来は私の秘密です」「この秘密を知られれば」 「私はあなたに捨てられるかもしれません」「どうして私に捨てられるのだ」「そうなれば私はもう夢の中の女ではありません」「あなたは私を恋しているよりも夢の中の女を恋しているのですもの」「いろいろに言葉を尽くして頼んだが私は何と言っても聞き入れなかった」 仕方がないそんなら見せてあげましょうその代わりちょっとですよ」。女は短足するように言って力なく目隠しの布を取りながら「ここがどこだか分かりますか?と」と心もとない顔つきをした美しく晴れ渡った空の地色は 妙に黒ずんで星が一面にキラキラと輝き白い霞のような天の川が果てから果てへ流れている狭い道路の両側には商店が軒を並べて灯0日の光がにぎやかに街を照らしていた不思議なことにはかなり繁華な通りであるらしいのに私はそれが どこの町であるかさっぱり見当がつかなかった車はどんどんその通りを走ってやがて一二丁先の月あたりの正面に「整備堂」と大きく書いた飲料屋の看板が見え出した私が看板の横に書いてある細い文字の「町名番地」を車の上で遠くから 覗き込むようにすると、女はたちまち気がついたか、あれ、と言って、再び私の目を塞いでしまった。賑やかな商店の多い障子で、突き当たりに、陰陽屋の看板の見える街。どう考えてみても、私は今まで通ったことのない往来の一つに違いないと思った。 子供時代に経験したような謎の世界の漢字に再び私はいざなわれた「あなたあの看板の字が読めましたか?」「いや読めなかった」「一体ここはどこなのだか私にはまるでわからない」「私はお前の生活については3年前の太平洋の波の上のことばかりしか知らないのだ」 私はお前に誘惑されてなんだか遠い海の向こうの幻の国へ連れてこられたように思われる私がこう答えると女はしみじみとした悲しい声でこんなことを言った「ご庄だからいつまでもそういう気持ちでいてください幻の国に住む」。 夢の中の中女だだと思っていてくださいいくさもう二度と再び今夜のようなわがままを言わないでください」「女の目からは涙が流れているらしかった」「その後しばらく私はあの晩女に見せられた不思議な街の光景を忘れることができなかった」日の カカンカンと持っている賑やかな狭い障子の突き当たりに見えた隠形屋の看板が頭にはっきりと印象されていたなんとかしてあの町のありかを探し出そうと苦心した挙句私はようやく一作を案じ出した長い年月の間万世のように 相乗りをして引きずり回されているうちに雷門で車がくるくると一つ所を回る度数や右に折れ左に曲がる回数まで一定してきて私はいつともなくそのあんばいを覚え込んでしまったある朝私は雷門の角へ立って目をつぶりながら どぐるぐると体を回したあとこのくらいだと思う自分に車と同じくらいの速度で一方へ駆け出してみたただいいかげんに時間を見計らってかなたこなたの横丁を折れ曲がるよりほかの方法はなかったがちょうどこの辺と思うところに予想のごとく橋もあれば 電車通りもあって確かにこの道に損意ないと思われた道は最初雷門から公園の外角を回って仙足町に出て竜仙寺町の細い通りを上野の方へ進んでいったが車坂下でさらに左へ折れ御徒町の往来を七八丁も行くと 「やがてまた左へ曲がり始める」「私はそこで旗とこの間の障子にぶつかった」「なるほど正面に隠形屋の看板が見える」「それを望みながら秘密の潜んでいる岩窟の奥を極めでもするようにつかつかと進んでいったが突き当たりの通りへ出ると思いがけなくもそこは」 毎晩、夜店の出る下屋竹町の往来の続きであったいつぞや古問のちりめんを買った古着屋の店もつい二、3軒先に見えている不思議な障子は三味線堀と中岡地町の通りを横につないでいる街路であったがどうも私は今までそこを通った覚えがなかった。 散々私を悩ました整備堂の看板の前に立って私はしばらくたたずんでいたさんとした星の空をいただいて夢のような神秘な空気に覆われながら赤い塔花をた,たえている夜の趣とは全く異なり秋の日にカンカン照りつけられて 干からびている貧相な矢みを見ると、なんだか一時にがっかりして、今日が覚めてしまった。抑えがたい好奇心に駆られ、犬が路上の匂いを嗅ぎつつ、自分の住かへ帰るように、私はまたそこから見当をつけて走り出した。道は再び浅草へ入って 小島町から右へ右へへと進み菅橋の近所で電車通りを越え第一橋を柳橋の方へ曲がってついに両国の広麹へ出た女がいかに方角を悟らせまいとして大愉拐をやっていたかが察せられる「八元堀久松町浜町」と来て 柿浜橋を渡ったところで急にその先が分からなくなった何でも女のうちはこの辺の路地にあるらしかった1時間ばかりかかって私はその近所の狭い横丁を列りつしたちょうど同僚権現の向かい側のぎっしり並んだ家と家との日和いを分けて」。 ほとんど目につかないような細いささやかな障子のあるのを見つけ出した時私は直角的に女の家がその奥に潜んでいることを知った中へ入っていくと右側の23軒目の見事な洗い出しの板塀に囲まれた2階の欄干から松の葉越しに 女は死人のような顔をしてじっとこちらを見下ろしていた思わずはざけるような瞳を上げて二階を仰ぎ見るとむしろ空とぼけて別人を装うもののごとく女はニコリともせずに私の姿を眺めていたが別人を装うても怪しまれぬくらいその要望は 夜の感じと異なっていたたった一度男の恋を許して目隠しの布を緩めたばかりに秘密を暴かれた開墾失意の情がみるみる色に現れてやがて静かに障子の影へ隠れてしまった「女は吉野」というその界わでの物持ちの御家であった。 あの陰陽屋の看板と同じようにすべての謎は解かれてしまった私はそれきりその女を捨てた二三日過ぎてから急に私は寺を引き払って田畑の方へ移転した私の心はだんだん秘密などという手ぬるい淡い快感に満足しなくなってもっと 色彩の濃い血だらけな快楽を求めるように傾いていった。